はいこんにちはアラフォー独身女のリアルをお伝えしている現在39歳のジュエルです今回はですね私が婚活アプリで実際にあった金銭トラブルについてお話ししてみたいと思います、まあ、金銭トラブルっていうのはまあ、婚活アプリに限らずいろいろあるかと思うんですけれどもまあ私の甘さというものを実感したお金のトラブルのお話になります こういうのは婚活アプリに限らずなんですけれども、まあ、人とのお金のやり取りみたいなものにはやっぱり気をつけなきゃいけないなというところで聞いていてただければと思いますでですねこちらは年下男性の方とお会いした時のお話なんですけれども名刺をいただきまして高収入でで有名名な会社の名刺でした。自宅が徒歩圏内ということもありましてすごく仲良くなったんですね。 で、23ヶ月の間毎日 LINE だったりをしたり、えー、お付き合いはしてないんですけれどもあの小旅行ちょっと遠出ですねにも行ったりしましたでその小旅行に行った際に私は彼に対してお金にきちんとしているイメージっていうのが植え付けられたんですね手持ちがなくなった時に私が彼の分を建て替えたんですねまあほんと3,000円ぐらいの話なんですけれども私的には まあ、次会っった時におごってくれればいいやといやう感覚でしたでその旨を彼にも伝えていましたですが帰りの駅で彼がわざわざ ATM に行ってくれまして現金を下ろしてきて返してくれたんですねで自分でもこういうのはちゃんと借りた時に返さないといけないからねっていうのを言っていたのであお金に対してはちゃんとしている方なのかなというふうに思いましたで 週末ですね私がデパートに行っているときなんですけれども彼から連絡が来まして何してるというラインが来たのでデパートで買い物しているよという返事をしたんですそしたら彼がとあるブランドの財布の写真を送ってきましてこの財布を探しているということを伝えてきたんですね今いるデパートで売っていたら買ってきてほしいっていうことを言われました 実際それがあるかどうかっていうのもわからなかったんですけれどもそのブランドを覗いてみたらそのお財布があったんですね。でなのであったよということで LINE をしたところすごく彼が喜んでいて是非代わりに買ってきてくれないか立て替えてくれないかというところで連絡が来ました。 私自身も次会あう時にお金をきちんと返してもらうということで同意も得てレシートも写名をして送りまして彼自身もありがとう了解次会う時に必ず返すねみたいな感じのやり取りがありましたなんですけれどもなかなか会えない日っていうのが続いたんですね海外出張が多いい仕事をされていたので まあ日本にいないということもあったのでも,うもちろん私の方もすぐにでも返してくれというわけではなくヶヶ月、2ヶ月はまあ待っていたんですね。ただそれでもねなかなかまあ会う機会っていうのはなくてですねちょっと不安になってきたんですねでもお金を貸したわけじゃないので実際に欲しがっていたものを代わりに買ってきたのでものを渡せばお金がきちんと返ってくるという認識でいたんですね。 で私自身も友達なんかと海外にお互い行った時にあれ買ってきてこれ買ってきてっていうのを頼んだり頼まれたりっていうことはよくあることだったのでそれで買ってきてもらってねそのまま現金を渡すみたいなことはあったので、まあ、それと同じような認識でもいましたねでもその後やっぱり23ヶ月経っても、ね、なかなか会うことにならないんですね。で次第に連絡も途切れるようになりました。 なななんかおかおしししいなといいとう感じにはなってしまいましたよねただ私たち最寄り駅は同じですので例えばもう駅とかで待ち合わせをしてお金とお財布の交換という形で1分もかからずね終わらせるということもできるんじゃないかと思ったのでその提案もしましたしかしながらですねそれも賛成してくれないというか成立しないんでですねでそこで私ががよぎったのがですね。 もしかしたらこのいらなくなったんじゃないかなとか興奮が収まってきてしまっていらないからなかったことにしようとしてるんじゃないかというふうに思い始めました婚活アプリで知り合ったような関係ですのでお互いの詳細の住所は知らないわけですよね会社の友達とかだったら所在とかも明らかですし学生時代の友達なんかもたどれば所在は明らかなんですけれどもこういう関係っていうのは LINE でしかつながっていないような アプリでしか繋がっていないような関係になるわけですよね。なので、ちょっと不安になりました。3、4ヶ月ぐらい経ってからですね。あの口座振込で発送でいいよっていう提案もしました。もうこれだったら手間はかからないですよね。相手が住所を送ってくれて、口座振込。もう銀行なりコンビニなり何でもいいので、振り込んでもらえれば私が発送します。という提案もしました。 それでもででもすすねね返事が曖昧なん何、ね、か分かったとかっていう感じなんですけれどもいつ振り込むという具体的なお返事もないですし挙句の果てには「今のプロジェクトが終わってから」とかって言い出すんですね。 今のプロジェクトが終わってからっていうのもちょっとよくわからなかったですね一緒に遊びに行きたいとかっていうお話をしているのであれば時間ができないからということでプロジェクトが終わってからねって言われるならわかるんですけれども振り込みと発想ですのでプロジェクトとお財布は全く関係ないなと思って、えー、これはおかしいなとも思ってました半年ぐらい経ってましたかねそのやり取りでこれでは拉致が開かないなというふうに私は思い始めまして ふとですね以前もらった彼の会社の名刺を思い出したんですねで家は分からないんですけれども彼の所在は分かることになるわけですねそこで私はですね会社を使うことにしたんですねえー、会社に発送するから振り込みをしてくれというようなお話にしました自分の住所っていうのをなかなか教えてくれなかったのであの発送するにも発送先がなかったわけですね 会社に送るから振り込んでととということとそれも手間ならもう会社に持っていくからというだいぶうざさい提案もしました男性からしたらもう本当にうざいですよね会社なんかに来られたらいい加減この問題っていうのを解決したかったんですねもう78ヶ月ぐらい経ってましたこの時はそもそも私が欲しいものでもないですし ま欲しかったものであればね私が自分でもらって使うなんてこともできたかもしれないんですけれども代わりに買ってきてその彼にお金を返してもらうということが大前提でしたのでちょっと取り立て屋になってる気分でしたね。でそれからですね会社の話を出してから彼自身の態度っていうのは急に変わりましたね。返事が来ました 今月中に振り込みますということだったので、まあ、それを待って「振り込みました」という連絡をいただきましたので会社の方に発送させていただきました。数数の数千円っていうのがあったんですけれどももう私も78ヶ月このやり取りを続けていてもう「端数はいいからこの数万円を返してくれ」ということで連絡をしていたんですけれども当然ながらですね波数切った分の、 お金しか振り込まれず、そこに波数の部分を切ってくれてありがとうみたいな連絡もなかったですね。でもちろん到着してからの LINE っていうのもなくですね、お金の切れ目は縁の切れ目みたいな感じで、彼との関係というのは終わりました。フェードアウトという感じですね。すごく仲良くなった方だったので、こんな形で終わるというのは非常に残念だったんですけれども、私自身もですね、 本当5万円以上するような代わりのお買い物というのを引き受けたことを非常に反省しました、まあ、仲も良くてお金を貸したわけではなく欲しいものを代わりに買ったというところでどこか安心ししていたんでしょうねもちろんお金を貸すなんていうことはしないですけれども建て替えてるという意味ではその商品さえ渡せばお金は返ってくるという感覚でいたんですけれどもなんか事情が変わったりしたんですかね いらなくなったなんていうこともあったかもしれないんですけれどももしかしたら本当にお金も返ってこなくてさらにはいらない財布というのが私の手元に残ったという可能性もあったわけですねもう本当に反省しましたねやっぱり婚活アプリで出会って本当はどんな人かっていうのもあんまりわからない中でですねこういう金銭のやり取りみたいなのをしてしまったことっていうのは気をつけるなければいけなかったことなんだなというふうに思いました 実際はですねこ、今回は名刺が肝になってお金が返ってくるということにはなりましたけれどもちょっと甘くなってしまう部分っていうのにはやっぱり気をつけなければいけないなというふうに思いましたそれではですね今回は私が実際にあったこういう金銭トラブルもあったよというお話でしたそれでは以上ですまた次の動画で。